ゼロくらい行ってんだよね。行ってるよ。そこまでも当たってるっていう。やられたー。マジブリちゃんジムラやと思ってたわ。ユタちゃん強かったマジ。そうだね。大好き。よく受けられた。サバイバー使わなかったねスナップエイソン。あーだってインベシオ2人いたからこっち来ないと思ってさ。なるほど。やっぱあれだね、ゼル君に3、4、5入れた2人に赤いたね。ね、そうですね。そうだね。確かに。許されると思わないかせ、本当に。一番重たい票入れた人が新人だったけど。うん、5番目、とどめさした人が。うん、ただ、1票目入れてごめんね。え、でも、ゼルク君の間違いの声真似は許されないからね。あ、間違いないよ、別に。誰だよ。間違いないもん。早くスキップ入れてよ。誰だ、全員ゼルク村やるぞ。かめしがさん、本当に。誰なんだろうか。どうやったらゼルク君のモノマネできる？ゼルクです。これが最強の秘訣。セルク君臭いの。変態やな。お死んでない。死んでない。塗ってるんか。経験者は語る。塗ってたんだね。ブレイマチカさんやな。ブレイマチカちゃん。マチカは塗ってないよ。インベスティゲーターでゼルク君のお家を見に行きました。あら、はい、緑のインベか青のシリアルキラーと出ました。おお、うん、インベ、今が赤目田くん。はい、そうです。え、僕もインベです。うん、マチカちゃんはブレイマーではありませんでした。あら。ブレイマーしてだけ。はい、緑トラッカーと、青魔術師。うん、トラッカーと魔術師。じゃ魔術師ってことですか。そういうこと。いや、っていうかゼルク君もマチカちゃんもこのインベ結果が合ってるのかどうかをアンサーしてあげてほしいんですけど。え、まあ合ってますよ。紛れ悪いな。インベシリアルキラーってこと。いや違います。緑の僕インベですね。スナバイさんを見てます。あ、なるほど。結果は後で言います。は、ん、怖い怖い。怖い怖い。怖いんですか。いいじゃないですか。先に言いなさいよ。マチカちゃんはマチカ合ってません。結果はあら合ってないんだ。うん、それはブレーマーのわけないもん。早めに言っときますが、僕は今日 CO する気がないですよ。ポーのことがなければ。よっぽどのこと。もいいんですか。なんかちょっと大事なやつですか。いや、それはどうでしょうね。大事じゃなくても僕はこういうことしますし、大事でもこういうことするので。うん。一旦ほっといて、まあ、いいな。そうですね。デル君結果を。いや、スナップさんの CO からでもいいですか。あ、俺 CO した方がいいやつですか。はい。一票入ったね。僕は白角です。白角？白角？はい。これで通じてればいいですけど。多分ね、多分やけど、ゼルクは何も言わん方がいいよ。どう？これ以上喋ったらどんどん人が入ってくる。それどういう意味で言った今アメネコ。
アメネコがこれ言う理由も僕視点わかる。そうなの。僕が使用できない理由とちょっと似てるんですけど、ゼルクは言っちゃうか。言わなくていいと思うよ。じゃあ言わない。いいよ、ゼルクは言っていいよ。別に。あ、僕言っていいですか。じゃあスタバスの結果、人材の方から。赤インベです。で、ミクルトラッパーです。どっちも違う。あ、いいんじゃない。ゼルク喋ってよかった、別に。じゃあ喋りますね、これからも。ただゼルクはもう、ゼルク残念ながら多分バカやから。え、でも僕今3になってますよ。いや、あ、4になりますよ。今入れてないから。僕は入れてないよ、一応。まだ怪しいぞ、この4票。マジで怪しい。ちょっと待ってください。僕これさっき見た気がするんですけど、結構怪しいね、この4票。ちなみに俺入れてる。俺も入れてるだろう。俺も入れてる。もう一緒じゃねえか、さっきとほぼ。やめてくださいよ。俺2票目やからな、セーフよ。俺は我慢ができなかった4票目です。バックロ理論だ。ずっと悩んでたんだけど。てか5票目で入れれば。ちょっと待って、ほんとやばすぎ。あれ、ガチで入れた人いる。これ67で人外入れた人、人外じゃないですか。確かに。僕の命と引き換えに割れそうでないでください、ちょっと本当に。今入れた人誰？俺とハイブさん、カキさんと。ザチキンが5票目です。スナッパイさんとザチキンさん5人ね。誰か入れたの？これちょっとエグいっすよ、マジ本当に。まあ、じゃあ赤メタスキップに入れまーす。おお。これどうします？これもしも1取りが出来心で僕の名前とかも確信犯なのよ。もう出来心じゃない。勘弁してください、本当に。僕もスキップ入れとくね、疑われないように。ほんま勘弁してください、本当に。マッチカーどっちにも入れたくない。ありがとね。すごいことしてんな。え？うん？知らんのかい。おー。うん。あとよっぽどな状況だから全員使用しようかも。そうですね。先に、あ、使用先にする？結果言った方がいい。結果も欲しい。あ、じゃあセンちゃん見に行ってます。うん、緑長髪、青はボマーで出てます。あ、違いますね。じゃあ確実にバカかな俺。うん、バカだと思う。ゼルクドリちゃんバカだとシンって誰になるんだっけ。メタちゃん。メタ君。メタちゃん。メタちゃん最後でいいよ。メタちゃん最後でいい情報。え、他の人からでよくない。うん、まあまあ、うん、言ってもいいと思いますけどね、ごめんなさい。あ、そう。いや、ていうかメタちゃんの結果がシンっぽいから他の人が先に死を刺すのは全然ありだと思うよ。あ、そうそう、僕はそっちの方がなんかいいかな。いいよ、それでいいと思う。梅剣インベですね。そんなインベ村じゃない。初日アメネコさんがトラッパーとシーフで、今日ザチキンさんがルックアウトと赤トラッカー。トラッカーですね。赤トラッカー赤ではない。え、初日がゼルクがスナパイさんち、梅剣さんが自分ち、ザチキンの家なんで、後出しにはならですけど。アメネコさん合ってます？トラッパーか。はい、トラッパーです。あら、じゃあ怪しい。怪しいは怪しい。ザチキンさん怪しいね。トラッパーとなんて言いましたっけ。ルックアウト。ルックアウト。まあキルが起きてないから、初日マチカちゃんが言ったようにブレイマーがいるかもしれないね。うん、うん、
一応赤目と先にじゃあ落としちゃいます。かぶりました。ザチキンさんち行って緑のネズミと赤のトラッカー、赤の足跡のマーク。あ、じゃあ、ザチキンほぼ赤じゃないじゃん。赤じゃない、さすがに赤。僕もうザチキンさんの家行ってるんですけど、バカすんで、ね、僕。お前は来んな。ゼルクは来ひどい。あ、ちなみに一つ情報出すと、僕今日トラップを砂場の家に置いて誰かが引っかかってるんで。あ、まあ、引っかかったの俺です。順調に。順当に、あ、そう言ったからあれだけど、順当に行くとスナパイキルしに来た人に見えちゃうから、ね、これはなんかキル起きてないからね。あとね、単純に、うん、あの俺青結果を2つ見てるんだけど、2つとも出そうにない結果だから、俺まだ自分も芯あるかなと思っちゃってる節はある。あのキルが起きない役職を2つ見ちゃってるから。で2人とも俺が違うって言ってるので。あ、まあ、あ、そういうことか。ガチキン視点の新インベ誰になる、うん、新インベア、普通に無権さんも赤メタさんもハイブリさんもあり得る状況ですね。ブレーマーされてる可能性があるんで、なんで自分って言ってもらって全然いいです。キル怒ってないんで。うん。まあ、カキも怪しめよ、結構。まあ、わかる、うん。まあ、そうなんだ。まあまあ。カキさんって使用したっけ？カキさんの約束が分かんない。使用してないけど、あんま言いたくないんで、まあ、明日にでも。キル怒ってない以上、容疑者がカキさんになるかな、今。え、だからカキさんの役職は、なんか初日にゼルクとかがどう、俺のことわかりますよ。わかるよね。あー、オッケー。じゃあ、カキ、一つだけカキ答えてほしいんやけど、カキって砂場に白く見てる？あ、白く見てる、白く。あ、じゃあいいや、うん、じゃあ一旦カキ疑わない。ペンさん役職、この後ずっと残されて議論でも勝てる気はしないんで、もうザチキン自投票で入れてます。釣った上でブレーマーいる進行で言ってください。インベス結果気をつけて。アメネコさんって明日もうち来る？それは言わない方向性かな。言った方がいい。いや、俺が行く行き先困ってて。僕は、僕じゃあスナパイナインに置こうかな。また、うん、じゃあ、はい、滝さん俺んちじゃなくてアメネコさんち行くといいんじゃないですか。はーい、こっちさんから。とりあえず間違いなく塗られてるので、インベス結果だけ気をつけて色回してください。はい、滝さんち行く。はい、あら、トラック、あーなぁ、いいなんて全然わからんな。ド M やな、ド M なフェインやな。これはさすがにか。やらしすぎますよ、女の子。すごい。ええ、こっち。下落臭いな、いろいろ。絶対性格悪いよ。カキさん見ました。赤じゃなかったです、とりあえず。はい。あ、でも緑言っときます、ドクターです。そうです。うん。あ、まあまあ。もうここまで行ったらなっていう。カキさん、さんドクター当たってんの？いや、スナパイの家。俺ドクター分かってる。誰か踏んでる？踏んでない、踏んでない、了解。え、柿さんのドクター当たってんだったら俺センちゃんとマチカちゃんほぼ青なんだけど。ハイブリさん、マチカちゃんなんて言ったっけ結果。魔術師センちゃんボーマー。ああ、赤メタかぶせます。この日マスミセンの産地行って緑のインベと青のボマーで出ます。ああ、じゃあ今日はちなみに、ちなみに俺マチカちゃん家行って緑のトラッカーと青の魔術師。ああ、俺も死んじゃねえかよ。じゃあ現状今ボマーが一番大量キルを起こせそうやな。ボマーマジ釣ってきたい。で、アメネコは今日柿さん家行ってほしいです。で、俺がスナバイさんの家に行けばいいかな。俺がアメネコンチ行きます。うん、俺3位、okay。 うん、マチカちゃん何マチカ、トラッパーで、う
柿さんち行って引っかかってるんです誰か。僕は昨日柿さんち行ってますよ、うん、引っかかってるんです俺も行ってますで俺柿さんの結果見てます。あ、引っかかった人いないってことになりますね。しんしんしん。おお。あれ？とかただのバカか。あれこれ赤目田さんゼルクなんて言ったっけ？シリアルとあれだったよね。緑のインベ。僕は見てないっす。え、でもそうなると。え、これさ、なんかおかしくない？新役職の中に赤がいると思うんだけど。そう。梅木赤目田。梅木赤目田。梅剣赤目のハイブリが全員死んの場合って、千野ちゃん、ゼル君、マチカちゃんが全員とも青になっちゃうから、うん、だから俺しアメネコさんまで青見てるから、だから、え、梅剣赤目とハイブリの中に赤いるよ。うん。これは、うん、そうだね、赤、うん。ボマは確定なんじゃないですか、2人の。え、それだったら、確定してないっしょ。ちょっと、確定してない。赤目田さんの方が赤っぽいかな、ハイブリさんよりは。一応梅健とか赤メタ君よりも先に結果を俺出してます。そうだから僕はね、うん、ブリちゃんが一番でその後から結果かぶせてる中に塗ったブレイマジーの赤がいるっていうのだから、ね、赤メタさんがゼル君のやつ最初にやったのは本当に能力使ったと思ってて、それ以降で多分の全然キレされないことからブレイマー読みのザチキンさんという相方にかぶせたか、まあ、ザチキンがブレイマーじゃないことだけ確定だから塗られてなくても相方が、ね、いや全然ここで千野ちゃん釣れれば次の日僕釣りからでも全然間に合いそうだから何でも。えでもいや千野ちゃんがゴマだったらおかしいんだよね、俺が芯がなくなるから魔術師は、まあ、見てればいいんじゃない。じゃあ違う違うアメリコさん、あトラッパーだ、そうだそうだそう、うん全然あるあるある、三種類アメリコさんトラッパーでよかった、あるある、うん、あるていうか僕はあれですよ、トラッパー昨日柿が引っかかったって言ってるからだから、うん、そうだから僕のトラッパーはほぼ確定して赤メタスナパイか赤メタゼルクか基本、まあ、違う思っといていいと思いますよ。かゼルクスナパイかあるんかな、僕白ですけど、まあ多分赤メタゼルクやと思ってるけどね僕は、赤はね、まだチキンさんが塗られてない場合、塗られてない場合、塗られてる場合ね、うん、あ塗られてる場合はそうそうそう、ほう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 、そうじゃない場合はゼル君が普通に赤なんかな。あ、これ普通に塗られてます。塗られてます。塗られてる。これ塗られてる。これ塗られてる。やばいやばいやばい。やばいって。そうね。大変な。しんどいよ。ド M だよ。両方赤でいいやじゃあ両方インベでいいや。あらあら、お、うん、はい、赤目田、はい、梅健さん見て緑のインベ青のシリアルキラーと出ているのでインベ3人の中で僕目線で敵陣営になるのはハイブリッドセンスさん。オッケーオッケー、うんうん、今日ゼルク君を見ててどちらもインベ、うん、うん、赤緑両方とインベです。うわむずいな。はい、でまあもう言っとくけど僕はドクターです、うん、はい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 、アメネコカキを交互に移動して1回だけはメタちゃん散ってます。捕まえかな、うん、誰か来た、はいドクター、はい、で今日アメネコの家に僕が行ったので僕がバカもしくはマチカちゃんの魔術で殺されています。うん、うん、魔術じゃね。で魔術すると、もしザチキンが塗られたトラッカーだった時負けですかね。そうブレイマーなり得る人って誰ですか。ゼルクぐらい、僕が赤の世界線の、いやね僕梅赤インビ出てますよ。一応俺視点は梅剣赤めた両方もあるのと、あ、そっか、ゼルク君が、赤インベでどちらかが相方
どちらかというとそれだった場合は赤目田くんの方が相方位置に見える。まあそうですよ、うん、ただ赤目田さんどの視点見ても赤だったら赤目田さんからつったらいやどの視点でもではない。あいやでも多視点からスナッパイさんは緑ドクターと赤ネズミで出てて、はい、自身まあ基本もうシンスナッパイカキがシンっぽい、うんうんうん、でマチカちゃん魔術固定のいやいやいや、まあ、残り1か2かっていうとこなんだけど、うん、カキさんとスナッパイさんに決めてほしい。ああ、むずいな。ブレイマーいい俺正直ブレイマーっぽい人があんまりいないそうな感じするんだよな。だからマチカちゃん釣りでいいと思うけど。なんで？そうでラスと赤1、うん、で考えたいね。えこれ赤1魔術1の場合で緑釣った場合って負け筋あります？緑釣って撃たれてキルされて4人か。あ一応あるのか。一応あるね、ね、魔術師が1バレ魔術師の可能性があるのがもうマチカちゃんって1バレしてるからあんまり、うん、あるね。うん、まあ、そのリスクがあるならもう決め打ちだね。ザチキンさんをどう見るかだな。まあでも正直ここまでキル我慢した赤がまだ2枚も残ってるって考えるのはちょっと赤の性格が悪かったねで落ち着かして。マチカ目線入まず出資山マチカを落とすかな。合わせるよ。合わせますかも。あんま赤にいるように見えないもんね。うん、僕もマチカちゃんでいいと思う。そこは同意。本当に。さんつってにキルされて。あ、待って。一応確認だけど、スナッパイさんのドクターを来られた履歴がある人っている？あ、カキ大丈夫です。オッケー。来てます。カメタもあります。うん、大丈夫。え、マチカつっていいんですか？いいです。まあ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 、これ赤2位残ってる探し線怖いけど性格悪い人がいるかもしれないんでしょ。いや怖いねこれ。いや大丈夫かな。これ怖いっすね本当に。まあ釣り決まったんでもう釣るしかないっすもんね。こんだけ生えちゃったらなんでよ。おお、まあ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 、あ生きてる。おお、これはもう生き残りっすね。生き残りでしょう。うんうん、じゃあ座席さんで落ちてるでいいと思ってて、うん、そうですね、はい、で赤目田くんがインベの、うん、なんだ挑発です。赤が、うんうんうん、なので赤目田くんは俺結果的に白くなったかな。白くっていうか緑っぽくなったかな。おお、なので普通にゼルクくんと梅家のどちらか。ね、赤目田さんが緑インベの赤ブレイマーって出てるから、あ、ブレイマー出てるの？じゃあ俺バカの可能性がまたここで出てくるの？うわ、まあ、でも魔術師も当ててるしボーマンも当ててるんでしょ。そう当ててる。だから俺も死んだと思ってる。俺も、ま、アメネコさんとマチカちゃん当ててるから。そう基本ここまでほぼみんな当ててるから。スナパイさんのドクターも、うん、まあ、先には言ってないけど俺は見てて自主点ゼルク君になりそうじゃない。いやそれはそう、ね、ちなみに2日目からバカ確定して1回も出てないです。一応初日で緑のゼルク君って最低保証バカのはずなんだよ。そう出なかったら当たりまくってるバカがこの中に3人いる、3人の中に1人いることになるから。そうそうそう、うん、だったら梅犬なのか。カキさんって今日復活させてないの、いや最低保証バカはスナパイさん。復活させないです。そっか、最低保証バカはスナパイさんで足りてるから、うん、ん俺バカとは限んないよ。えスナバイさんはドクターだけど、その誰もアメネコさんとこ行ったって言ってなかったっけ。魔術師の場合は蘇生できません、うん、ああなるほどな、うん、そう、あ結構後半だったもん。そう、うん、なるほど。
これ誰釣るのがいいんだ。まあ、だから赤目田ちゃんじゃない、ブレイマーの可能性が。そう、ブレイマー出ちゃってるから、全然僕釣りもう赤1枚しか残ってないから。そうで、このブレイマーがない限り、もう他の位置にブレイマーっていう結果が出てる人がいないから。そうね、ただ赤目田さんがブレイマーの場合って赤がもう一人生き残ってて2キル通したら勝ちの盤面なのに、使わない時点で僕はもう2赤をほぼ追っておらず、 それたまたま誰かに塗ってたけど、ね、ザチキンさんが先に見つかっちゃったとか。だから残り1赤で考えた場合でいくと、まあまあゼルク君釣ったら一番ダメージ少なそうではあるね。うん、ゼルク君のバカが確定するのもでっかいのか。でもえ、でかいか、でかいっすか、そんな。いや違う違う、だからザチキンさんが塗られていた場合、ブレイマーが生存しているでしょ絶対に。はい、うん、でその可能性があるのが赤目田さんしかいないって話でしょ今のところ。いや俺ね、俺がシーンだった場合って赤目田くんってブレイマーではないから、でしかも挑発やから赤やったら、うん、当ててることの方がそっちの方が難しいと思ってるから、俺は赤目田くんじゃないと思ってるから、あんまり赤目田くんついたくないのよ。あ、じゃなくて全視点全員の客観的に見てブレイマーの可能性がある人の話。オッケーオッケー、じゃあまあまあそこは飲むわ。で赤目田さんがブレイマーだった時しか二郎残ってるケースがありえないでしょ。一回ちょっと、うん、あの一番筆頭のゼル君からあのミドルジェネだった時の推理を聞きたい。それのどんぐらい推理してるかによって決めるわ。当たり前だ、一番視界見えてんだから。いや分かっ、あまあでもそもそも今回ダブルキル起きてない時点でまず二郎落ちてることはで、二郎生きてることはないと思うんで、うん、まあ、その赤目田さんを無理にそのなんだろう、ブレイマー出てたらブレイマーの線があるからみたいなのをもう取っ払っちゃっていいんじゃないかなって思って。デルクルシャン一番最、うん、一番の釣りは、一番の釣り、一番いい釣り、梅剣、でも梅剣さん目線は赤目田さんですよね。でスナパイさん目線も赤目田さんでしょ。赤目田さん釣ったら悪いんじゃないかなってそれ聞いてもらったんですけど、俺視点だけが違うぐらいかな。まあじゃあゼルク君見てみますか。おおいいっすよ、じゃあ僕自分見ますね。あゼルク君、はい、うん、あでも結局あまあ2赤ハイビラ赤みたいなもう俺追ってないからな。もうバカだ、バカ、あバカなんだ。どっちにしろキル通らないからな。ドクターに2人は無理だよ。何なんだ。インベの中に1で、まあまあまあ結局、ね、ハイブリさん、ハイブリさんだね、うん、ハイブリさんが赤インベと緑トラッカー出た、ハイブリさんだわ、うん、あ一緒じゃん、メケンでいいよ。いや赤目田さん視点は俺ってないんで確か。そう、僕視点で梅健さん緑のインベで2日前かな出ちゃってるから、うん、ね、早堀さんも赤目田さん見て赤なさそうなんでしょ。ない、赤目田くんはない。じゃあなので俺が新インベで赤目田くんがバカ、梅健が赤、うん、ハイブリ梅健ローラーでいいんじゃないでしょ。そうね、それ、うん、全然 OK。 あぶねー、でシンプルに俺と赤目田さんが新進でザチキンさんの、赤トラッカーを見たって感じな、うんうん、まあまあ負けないよね、まず。うん、そうだね、うん、ミスってもたとえ間に合う間に合う。一応懸念としては、俺真なので赤目田くんのブレイマーがずっと残ってた場合は俺が塗られてる可能性だけがある。その時は俺は梅剣を、うん、あれ追えないけど、俺がバカの場合ね、ハイブリさん、うん、ハイブリさんが真の場合じゃないね、うん、バカの、そうそう、あ、そうそう、バカの場合ね、それだけ検討してくれたら。ハイブリさんが塗られて赤インベって出てくる、いやもう俺ちょっとすごいな、それだそれだけは続くのか、すごいなそれ続くのか、それだけ怖いね。はい、いや無理だよザチキンさん、これはドエムがすぎるよ、しんど、無茶すんないやーもう分かんないっしょ、むずい、ね、なんか思いのほか
ヒルが全然落ちないからなんかいろんなことまで考えて高すぎて全然わからんかったバカで。いや大変だったと思うよ。いや霊媒ではザツキンさんはハイブリさんのせんなんか作戦だって言ってた。違うよザツキンさん。ザツキンさんが一番最初にノーキル祭りで行きましょうって言い出したんよ。俺そんなこと言ったかな。しんど超ハードボールだな。インベス2枚きつかったですね。これは単純に村の役職が強すぎるという。そうですね、うん、ドクター。ドクターもしかしてトラッパーいるし。なんか一人しかいなかった。そう。強すぎるけど、それで戦えてるハイブリさんもすごい。ね、ブレいないブレイマーの陰に俺たちは怯え続けている。ずっとね。いや、まあ、それはザチキンさんが残してくれた遺言の素晴らしさですよ。ただ、それは全部俺に乗っかってたけど。マチカさんが釣られた時になんとか赤候補でいければまだワンチャンスないですかも。いやでもあの村の村のというかまあスナパイ主軸ではあるけど、うん、村が選んだマチカちゃん釣りが良かったね。あれすごい良かった、うん、残してたかった。マチカちゃんにドクターまで持ってってほしかった。よくなかったよ。だってドクターどっちがバカか分かんなくてさ、ごめん。あ、てかバカ、そうね、ドクターバカの可能性あるもんね。どっちから確かに。ごめんよって思いながらちょっとアメネコさんを。じゃあどっちも深夜やったっていう。はい、というわけでじゃあ時間がラスト、もう一試合お祭り村をやりましょうか。長時間使ってしまってすいませんでした。はい、というわけで、こちら役職変わりまして、緑と赤の挑発者が1枚ずつプラスニュートラル8、うち6ランダムの2確定でシーフを入れております。はい、このルール知らないって人いますか？大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。 OK、 じゃあ説明を省いて行ってみよう。はい、お願いします。